明日やっと晴れるらしいな。え、そうなの？だから、そう、洗濯、ああ、うん、俺がやらせてもらおう。申し訳ないけど、俺も溜まってるわ。でもまあでもその、もちろん俺も溜まってるよ。でもその俺が今、うん、その情報を与えたから俺が今その優先されるべきなのよ。分かったことやからですよ、明日起きたの。それはそうやな、別に今聞いてなくても分かってた。そう、そこを俺は今今日言うことで、うん、アドバンテージを取ったのよ。てか知ってたしな、俺も。じゃあ今並んだね。どんぐらいから知ってた？俺はね、そのもう今日の朝から知ってた。あ、じゃあ上、上。えぇ、勝てるんや。勝てるんや。でもまあ今リードしてるってだけやから。もうだいぶ回してない、俺。2週間も回してない。まあその、願望ね、今君が言ってるのは。願望はしたいっていう。自分が回せる権利があるっていうことの主張ではないから。いやでも1週間回してないってことは譲ってきたってことやから。1週間。あ、リードしてるわ。いけた。今握ってんの。ジャッジ。その俺その選択の審判の資格取ってるから。そんなある。そんなある。今竹内が上、一番上で、次が隅で一番下が俺。てか俺も一週間やってないしな。じゃあ。あ、じゃあ罪だ。おぉ、うん、いける。でも俺1週間分の天気ざっと見るから、もうずっと前から分かってた。あ、もう知ってたんや。もう知ってた。1週間前から1週間前から知ってた、それ俺。あ、じゃあその1週間前から知ってて、うん、今日が晴れってのを知ってた。そうわけですね。うん。で、今日以外は晴れじゃなかった。今日以外は晴れじゃなかったっす。あ、じゃあ1週間貯めたのは譲ってたのじゃなくて、晴れじゃなかったと思う。心配。資格取ってるもんやな。グーの根も出んの。俺はだいぶ下よ、今。これが信用できるんよ。俺はめっちゃ洗いたいって気持ちがある、今。あ、それはどうなの？含まれない。願望。心配がおらんかったらね。あ、ご了承できたかもしれない。心配が。いかんせん取ったから。困るなぁ。洗いたいもんね。いや、そ、あ、あれっすね、うん、そのパンツが溜まってるから、これ困っちゃう。あ、これはね、うん、あの最重要衣類。第一級。第一級最重要衣類。パンツは第一級最重要衣類に含まれるから。大丈夫？大丈夫？今どっちが上？今はもうその最重要衣類で取り出してる。俺はコインランドリーに行く。かわいそうかも。いやーでも。俺のおかげでもあるしな、明日晴れんの。え？その俺が、その、そろそろみんな溜まってるよなと思って、うん、晴れにするように手配した。ちょっと確認取ってください。そんなわけないでしょ。いけるか。審判、いけるか。ちゃんと教材持ってみてき？そんなページないから。有効。なぜ？有効です。ちょっとあの審判ブックになかったんですけど。ダメでしょ。臨機応変に、ね。はい、いいんですか。その場は、その場を臨機応変に対応する、うん、あの権利はいただけるんで。ああ、もう結構頑張ったよ。結構頑張ったんや。笛忘れたな。そんな審判なの？すごい審判よ。ちゃんと対戦形式なんや。書類系かと思った。これが回せで、これが補正。全日本選択協議会の一員である俺が、大変やな。まあまあそうはしょうがないよね。なんで取ったの？じゃあもう明日とりあえず俺が干すし、これからも俺が優先できってことで。そんなことないじゃん。ピー。あ、え？やろうか。え？嫌な感じ。だいぶ主観やん。だいぶ主観。なんで？まあね、でもまあ普通に朝一番早く起きた人かな。